本日はトレードアイランド完全マニュアル、トレードアイランドの新規登録方法から楽しみ方まで徹底的に解説したいと思います。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ツイッターとかでもトレアイの登録方法がわからないとかいろいろ声が上がっていますね。新しくなってちょっと昔のトレアイとは登録方法も変わったということで、今回はこれからトレードアイランド始めたい方に向けてレクチャーしたいと思います。これですね、この番組相続の死活問題でもあるんで、ぜひ皆さんトレードアイランド口座開設お願いしますよ。お願いします。新規登録方法からよろしくお願いします。はい、新規登録のためにはまずトレードアイランドのページを開いていただき、新規登録はこちらとか、右上にも新規登録っていうボタンあるんですけど、このあたり押していただいて、いただくとですね、メールアドレスとパスワードというところがあります。なのでここをですね、入力して自分のメールアドレスに認証メールを送っていただきたいです。でこのパスワードは自分の任意のものでいいので、パスワードは英語だけではダメだそうです。数字も必要です。でメールアドレスとパスワードを入力していただいて、認証メールを送信するというボタンを押すと、入力したメールアドレスに認証メールが飛びます。はい、メール来ました。トレードアイランド認証コード通知メールというメールが来るので、こちらで送られてきた認証コードを先ほどの認証コードという画面に貼り付けます。でここで登録するというボタンを押すことで、はい、こちらでトレードアイランドへの登録が完了しました。でここでですね、まず行ってほしいのがプロフィール設定です。プロフィールの中でこのアイコンがあるんですけど、アイコンはこのカメラボタンをクリックすると自分の好きな画像が選べるので、自分の好きな画像とか自負画像とかも設定が可能なので、見た時に、賑やかになって楽しいです。で、ニックネームも、自由に、被るのがダメなんですけど、人と被ってなければ自由なので、ニックネームを、ご自由につけていただければと思います。で、ボーイ軍ですとか、はい、俺敵軍、はい、宮組とか、そういう軍に所属するもよしですし、天然ガスが好きな人は天ガスと書くもよしですし、そういう形でお好きな名前をつけていただければと思います。そしてですね、あとはツイッターのアカウント、YouTube、あとウェブサイトをお持ちの方は URL 登録することができるので、このあたり SNS 連携していただくと、あ、ツイッターのあの人ってこの人なんだとか、この人のツイッター気になるな、見てみようとか、そういうことが可能になるので、皆さんぜひ SNS も登録していただけると嬉しいです。ここまで登録が完了した時点で、トレアイ島民になる一歩手前までやってきました。ここからが本番なんですけれども、トレード速報とかに載ったりするためには、取引の口座連携が必要になります。ジーモクリック証券か外貨 EX の口座連携をすればいいんですけれども、この連携するっていうボタンを押すと、各証券会社のサイトに飛ぶので、ここで証券会社ジーモクリック証券の ID とパスワードを入れて、同意する、そして連携するっていうボタンを押せば、トレアイ島民になることができます。が、まだ口座をお持ちでない方っていうのもいると思うので、そういった方につきましてはぜひこちらのバナーから口座開設をしていただければと思います。で、FX とか CFD とかのお取引をすると、合計で最大8,000円、そして FX の取引量に応じて最大30万円のキャッシュバックもありますので、ぜひこちらのバナーから、そんなお得なキャッシュバックキャンペーンやってるんですか急いで口座開設しなきゃしなきゃ棒読みすごいいや今ね、なんかさっき僕聞いたんですけど、なんか実際トレアイに登録してるのは6000人か6500人ぐらいいて、で動いてるのが4500人ぐらいで、実際隠れてる2000人ぐらいがいるらしいんで、2000人の人ぜひね、口座登録して作ってね、ちゅうことですよね。そうです、はい、もうそういうことです。早くしろっていうことなんでよろしくお願いしますはい、もう次、はい、もう4000人まで来たら次も1万の数字が早く見たくて見たくて、遠すぎるだろまだまだだろいや、わかんないですよ。あ、もういきなり行くかもしれないから、はい、わかりました。どこで火がつくかわからないので、ちょっと、楽しみにしてます、はい、お願いします。はい、ということで一通りトレードアイランド登録の仕方をご紹介させていただきましたが、ここからはトレードアイランドの楽しみ方についてご紹介できればと思います、が
まあ、ご紹介というか皆さんどんな感じでトレアイ見てらっしゃいますかね。まあ、正直僕はね、あの自分が利確した後に10分後に5万円以上であると何かこうアクションが起きるんですね、トレード速報に。だから10分利確したら10分後待機をしてスマホの動画を撮るっていうのをしょっちゅうやってます。利確の金額に応じて5万円以上で流れ星で、10万円以上で鳥、25万円以上で風船、50万円以上で花火、100万円以上ロケットで、1000万、5000万、1億がまあシークレットっていう。これ無理でしょ、1億は絶対無理でしょ、まあ、いやーいたぜジャリボーイ、ジャリボーイが、うん、そう、この間ジャリボーイさんが6000万利確をしたんですよ、ドル円で。その時にその分割で利確したもんで、ロケットが15発飛んでた連続ロケットがシュ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 って言ってないよね、普通に考えて。そうですよね。そうだから総額じゃないですもんね、これ一個一回の利確っていう形ですよね、うん、無理だろそしたら。そうだから1億のね、例えば FX の利確とかちょっと厳しい、あけど、なるほど、まあ何かあるかもしれないってことですよ ね、 そうですね、何かあるか腐るかも、まあ、もしかしたら例えば FX だと、はい、あの通常モードだとあの裏側でこう全部100万通貨ずつに全決済ボタンを押してもなっちゃう、そうですよね、っていうところがあるので厳しいんですけど、CFD 確かなんか、あ全部で、はい、もう天然ガスリバウンドにかけるしかない全力勝負でもうもしかしたら死ぬでもうあんなもう飲めない相場で、その手があるもんで、ね、まだ1億の可能性もあるわけですね。まあそうですね、もしかしたらこれからあの例えば一括決済したら、はい、裏側では全部あのガチ投稿してできるとか、そう、うん、だから今回もジャリさんがね、もし6000万の利確だったんで、その一括にできれば5000万までは見れたわけなんで。そうなんですよ、見たかったんですよ5000万。僕も今回どうなるかなと思って自分で画面撮ってたらロケット15連発だったんでそれはそれでビビったんだけど、ジャリ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 してるんで、そういやだから本当にね、あのそういう意味ではちょっと見たいですよね、1000万5000万1億。そうなんですよ、ちょっと1億円が何なのか私も知らないので、うん、いつか見たいなと思ってます。ジャリボーイ見てるか、頼むぞジャリボーイ、頼むぞ、おめでとうございます、おめでとうございます、今度勝ち方教えてねこの間悪口言ってなかったっけ、言ってない、言ってない、あ、そう、ちょっと待て終わりにかけにしろよ、いや、すいません、大丈夫です、大丈夫です、すいません。トレード速報で楽しみ方は指標の10分後、みんな見てください。もうすごいこう花火とかね、もう狂喜乱舞してるんで、雇用統計の後とか本当にすごかった。大きく動いた後はみんなあの損切りとね、利確がこう狂喜乱舞してますんで、そういう楽しみ方はあるかなと。いけますね、うん、あの僕配信中にすることがなくなったらトレードアイランドの速報を流すってとりあえず見とけって言ってそう言われてるんで、あとここでいっぱい出てくる銘柄は、あ今動いてんだなみたいな見つけ方もあります、ね、あそうですね、はい、うんうん、トレード速報とチャートを照らし合わせてなんか分析をするっていうやり方もちょっと、だいたいこのあたりで利確したんだろうな、で利益がこんだけで、ピプスがこんだけっていうと、だいたいポジション取った場所がで、はい、想定できるん で、 かるんで、そうだから分析できるっちゃできるんで、上手い人の、でもね、そういうのをね、まあまあ、やる気は起きないんだけどやることもできるんで、はい、勉強はできると思います、はい。ちなみにミヤさんとかはトレアイってなんか見たりしてますか普段？私最近見たのはやっぱりそのミヤ組の推移がどうなってるかなっていうのは見てますどれだけ増えたかなとか、みんな頑張ってるかなっていうのをちょっとお母さんの目で見てますミヤ組71人増えました。71人、いつの間にか。ミヤ組もそうなんですけど、はい、あのもう一つちょっとアナーキーな集団がいるんですよ。豚の方だっけ。そうです。養豚だったっけ。はい。養豚場の、はい。養豚場。はい。なんかわかんないけど、こっちも転がして。いや、転がして。転がしてる。運営してるんですよ。運営してる。あ、はい、なるほど。いやでもそう、こういうの見ると楽しいよね。はい。うん、楽しいですね、うん。なんかみんなもそういう風に面白がって、ちょっと自ら豚に落ちていくみたいな人が。落ちて飼われていくっていう、ね。いらっしゃるね。いいよいいよ。気持ちいい気持ちいい。企業的に大丈夫かなっていうのはあるんですけど。いやでも、もう本人たちが楽しんでやってるので、もう、はい、なんかみんなが楽しんでもらえればそれで私は十分なので、あの私の成績はボロボロですが、皆さん楽しんでください。でもそれで言ったら今ボーイ軍510人ですよね。
そうそう、もうだからトレアイ参加者の10人に1人はボイグル。そう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 。そうですね。一応一大勢力をこう、まあ僕はね、ちょっとボロボロでちょっと苦しい状態を保ってるんですけど、あの、砂利さんたった1人がね、すべて、あの、砂利だけが戦ってくれてるんで、最前線で、やつだけが。俺たちめっちゃ上げてると。そうそうそう。なんか、高木さんが以前、なんか、あ、そうですね。そう、400人ぐらいボーイ軍がいる、その利益を計算してくれたら、はい、1億2000万ぐらい買ってて、うん、そのうちの1億が砂利さんだった残り全員ボロボロだったっていう一体感もあるんで、うん、見てて面白いなと思います本当に。うん、でもこれさっき見たらその三平ボーイさんっていう方、この方も割と有名トレーダーなんですけど、はい、気づいたらボーイ軍入ってるね。あれ確かにこのアイコンよく見かけますよね。ますガチのボトレーたくさん多くて有名な方、はい、俺に挨拶なかったけどな嘘です、ごめんなさい、本当に調子に乗ってしまいました、すいません、ごめんなさい、本当に謝ります、すいません。いやでもすごい、そう思うといいですね、こうやってどん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 。あとちょっと自分のメンタル弱ってる時ランキングを下から見るっていうのはあの負けてるやつを置かずにするっていうね、一番後ろのページから見ていく。最近秋さんやべえからよく見てるアキさん、そうですね。アキさん、そうで、捕まってるって。俺もやられてるから、癒される。ジンさんの俺的群も。137人ですね。あら、いつの間にか増えましたね。本当ありがとうございます。ちなみに、ご発注ちゃんはどんな楽しみ方をしてるんですか？私はですね、もちろん、あの、自分のページに行って、あの、なんていうか、自分の資産推移を見て、いや、でもあの時よりはいい、あの時よりはいいって思ってこう。大丈夫か、これ。大丈夫、これ。グラフをこう見たりすることももちろんありますし、はい、あともうやっぱり、私、ハムスターがすごい好きで、ハムスターの絵文字を使ってるんですけど、ハムの仲間たちもちょっと増えまして、25人。はい、このハムハム隊っていうなんか名前をつけてくれてる、そもそもこのロボロさんっていう方いらっしゃるんですけど、はい、この方がなんかツイッターで、あのハムハム隊、になりましたみたいなことを一番最初にやられて、私が後で正直入ったっていう感じになるんですけど、あの、まあ、ハムスターが好きな方がオクトレーダーいますよ、オクトレーダー、はい、いるんですよ、 2億7000万持ってらっしゃる、この25×987 と、うん、すごい。いや僕ね、ただ今すごいもうちょっと一回戻ってほしいんだけど、はい、このシオンさんってシオンボーイって、はい、いつの間にか僕から浮気をしてるあのシオンさん、このシオンさん何度も会ったことあるんですよ。いつの間にかハムハム隊に所属してるっていう。あでも許せねえボーイのままなんですけど、いやいや、そのうち外すね、こいつは間違いなくボーイ外してハムハム一族に入るな、可能性としては、まあ、シオンさんたちとアイドルオタクトークとかをちょっとしたことがあるので、ちょっとそれで、いやもう全然もう頭に入ってこない裏切られた、裏切られたレジスタンスが現れたかっていういやまあいいですよ、はい、まあ、あのハムハム隊はあのボーイ軍の傘下なので、はいはい、もう傘下なの何でそんなのあんのあとですね、最近出てきた勢力として、このアライ軍ってご存知ですか？知らねえな俺も知らねえどこの誰だよでも59人もいるから。そうなんですね、うん、総帥がいらっしゃいました。総帥じゃなくて元帥ですね。荒井元帥って読むんですかね。はいはいはい。荒井さんっていうツイッターやってる方なんですけど、あのこちらの方ですね、まあいわゆるアフィリエーターみたいな方だと思うんですけど、はいはいはい、まあなんかなんていうか、アフィリエーターの方って実際トレードしてないのに、この証券会社めっちゃいいよみたいな感じでこうアフィリエイト報酬を受け取ってる方も、まあ、いると思うんですけど、はい、新井さんはですね、あのそんなアフィリエーターが多い中、自分自身ちゃんとしっかりトレードをしてますっていうところを見せたり。この人やってたんですかトレードマジやってる、知らなかった。確か30万円チャレンジか10万円チャレンジかちょっと忘れちゃったんですけど、うんうんうん、そのくらいの金額でまずはやってみるっていう形で、あの参加されたらしいんですけど、その新井さんの仲間たちの新井軍っていうのが最近なんというかもう、え、新井さんって誰？雪ママさん、雪ママさん、あの有名な、そうのトレードアカウントみたいな感じだ、別アカウント、謎に包まれた、その雪ママさんのトレードのアカウントが新井さん、新井、あ、そうなん、そう、へえ、そう、マジか、 GM をトレアイ登録してくれてるらしいんで、うん、最前線で戦ってるから、あ、まあ、15万円と同じですね、僕と同じですね。でも真面目にリアルな金額だったらこれぐらいがいいかもしれないですね。
ちょっと俺ら狂ってるんだ。狂ってる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 。人生かかってるから。そう。そう。押しすぎなんだ。そうそうそう。なんかとりあえず10万円チャレンジとか何万円チャレンジみたいな感じで自分の余裕のある金額の範囲内でやるのも一つの楽しみ方かなというふうには。うんむしろ余裕のある範囲内でやってくださいね。そうですね。あの人生狂っちゃいますね。狂いますよ。はい、狂いますよ、はい。余裕資金でやってください。まあ楽しんで投資は楽しんでやってください。そうですね。頑張りましょう。はい。こういうね、うん、本物のトレーダーさんたちが集まるトレードアイランドなんですけど、もしかしたらトレアイ初オクトレーダーが現れるかもしれないですよね。うん、俺か。はい。以上、トレアイ完全マニュアルでした。皆さんぜひ、トレードアイランド登録、および口座連携、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、本日は特別企画、これだけはやるな、投資で負ける方法。で今回事前にツイッターで投資で負ける方法を募集したんですが、45作品も応募がありました。ありがとうございます。ありがとうございます。採用された方にはトレアイオリジナルグッズをプレゼントします。じゃあジンさんどうします？入れば協賛、決めつけで大損したっていうことですけど、グッズは、まあ、同情はするけどロング T シャツでいきますか。大盤振る舞いしておきます。いきなりおかしいだろう。はい、ここで重要なお知らせです。出演者の発言はすべて個人の意見です。投資の判断は自己責任にてよろしくお願いいたします。この動画が面白かった人は、ぜひチャンネル登録といいねボタン、そして、新トレードアイランドへの登録もよろしくお願いします。次回もお楽しみに。